皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、めっちゃ欲しかったものをプレゼントでいただいたので、そちらの装置をしていきたいと思います。もう本当に欲しくてずっと探してたものだったのでめっちゃ嬉しかったんですけど、メイクアップフォーエバーのチョコレートパレットになります。アイシャドウパレットなんですけど、こんな感じで色があって、3万人記念、チャンネル登録者数3万人記念で、あかねとあゆみさんが2人で買ってくれました。ありがとう。4色展開だったんですけど、私はこのパレット、このブラックのパレットを選んで、チョコレートバイスっていうものになります。こんな感じで、ここが鏡になってて、ここがねアイシャドウパレットになってて、一個一個にアイシャドウのカラーの名前が書いてあるんですけど、一個ずつねちょっと腕にのせてみたんですけど、私の肌が黒すぎてまあまあ分かりにくいという感じ。本当に焼けた、引くぐらい焼けた、私が自分で引くぐらい焼けたんだけど、こんな感じでのせてみました。本当分かりにくいね、もう焼けた自分に、本当にもう本当に何なんお前って言いたいぐらい分かりにくいけど、こんな感じです。カラー展開的にはピンクっぽいカラーがあり、使いやすいこちら、ここら辺のゴールドっぽいラメのものだったり、あとはマットなカラー、マットなブラウンカラーだったり、あとこことここにハイライトカラーに使えるようなカラーがあったり、あと最後こっちにはまたピンクっぽい淡いブラウンっぽい感じかながあったり、締め色のブラックっぽい色があったりって、すごい万能カラーだなと思ってすごく欲しかったので、今回手に入ってすごく嬉しかったです。で、腕に乗せていた方を見るとゴールドとか、あとこのピンクなんかもすごい映えるなと思って、可愛いなっていう感じで見てます。このラメ感がなんて言うんだろう、韓国コスメのラメじゃないし、ラメじゃないし、日本のコスメ、キャンメイクとかのラメでもない、このなんていうの、ギラッギラっていう、結構大粒目っていうのかな、のラメなので、すごいこれは欲しかったので超嬉しいです。じゃあちょっとこれを使ってメイクを若干してみたいと思います。大粒のラメが入ってるので、リアルで見るともっとキラキラってなってるんですけど、かわいい。じゃあこっちの目はまた別な感じ、ピンク系でちょっと攻めてみます。こんな感じになりました。ちょっと落ち着いた感じだけど夏っぽいようなカラーになったと思います。これパレット一つでちょっとなんだろう、大人っぽいダークっぽい感じにもできるし、こんな感じでピンクっぽいメイクもできるので、めっちゃ万能なパレットだなって思います。私普段からこうメイクのジャンルじゃなくてパターンっていうのを決めちゃってて、毎日メイクをいつもするっていう感じなので、いろんなメイク研究して別の動画も出せたらいいなと思っているので、よかったら待っててくれたらなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。